今回は精霊最強ランキングをやっていくぜ。今回のランキングはあくまでも原作に登場した精霊の力を持つ者のみのランキングだぜ。よろしく頼むわ。第15位、つまりは最下位はイザヨイミクだぜ。彼女の能力はそもそも戦闘向きではなく、声や音を利用したバフによるサポートが主だったぜ。実際、ミク本人も他の精霊たちと比べて明らかに弱いことを自覚しており、味方をサポートすることに全力を注いでいたぜ。支援、サポートに特化した天使であるため、戦闘になるとどうしても不利になってしまうぜ。それでも精霊なので並の人間や魔術師よりもはるかに強いんだがな。サポートとしてはめっちゃ有用だし、現実に欲しい能力ではあるんだけどね。ただ、ミク本人も戦う手段が全くないのかと言われればそんなことはなく、精霊バトルロワイヤルでは結構頑張ってたぜ。まあ、結局最初に脱落してしまったが、精霊たちからは完全に弱いイメージがついてたので結構驚かれていたぜ。ミクの本領は声による洗脳、バフなのでこれらが通じなくなると途端に無力になってしまい、本人の性格もあってやはり戦闘においては精霊最弱クラスと言っていいな。後方支援特化の能力ね。第14位は本庄ニアだぜ。ぶっちゃけ基礎スペックだけならぶっちぎりの最下位で間違いなくミクよりも弱いぜ。だが、天使の能力のチート差によってミクよりは戦闘力が上と判断したぜ。ニアの天使、ラジエルはあらゆる物事を知ることができ、その上未来を自分の思いのままにする未来記載も使用できるぜ。さらには低い戦闘力も無数のマリアを呼び出して数の暴力を強いることができるぜ。戦闘においてはマリア召喚による数の暴力が最も厄介ね。ラジエルによってあらゆる情報を知ることができるので不意の襲撃にめちゃくちゃ強い天使であり、使いようによってはラジエルは最強の天使と化すぜ。ただ、ニア本人のスペックがあまりに貧弱すぎることと性格がそもそも戦い向きではないため、やはり精霊の中でも戦闘力は低いぜ。それに未来記載も書くのに少し時間がかかるため、戦闘における使い勝手はあまり良くないぜ。不意打ちや奇襲では高い力を発揮できるけど、正面切っての戦闘だとやっぱり弱いわね。第12位は病かぐやと病ゆずるだぜ。この二人は二人で一人の精霊であり、強さは全く同じと見ていいぜ。実際、彼女らは何度も争ってるが勝負がつかず、本編で行われたバトルロワイヤルでもダブルノックダウンだったぜ。二人は風を操る天使、ラファエルを使い、速力だけなら10の精霊の中で最速と言っていいぜ。その機動力の高さと戦闘における汎用性の高さが二人の武器と言えるな。でも精霊の中だと弱い方なのね。この順位の理由は二人に分かれてしまってるからだぜ。彼女らの天使もそうだが、この二人は二人で一つであり、一つになることで初めて力を発揮するんだぜ。通常時だと力が半分になってるため、他の精霊と比べて遅れを取りがちだぜ。二人とも精霊の中だと武闘派で好戦的な部類ではあるものの、力が二等分されてるので明らかに他の精霊と比べて単体性能が弱めだぜ。逆に言えば一つになると絶大な力を得るということよね。第10位は夏美だぜ。夏美の天使、ハニエルはあらゆるものを変化させる能力を持ち、さらには天使すらもコピー可能だぜ。自分自身を変身させることも可能で応用性はとんでもなく高いぜ。天使の性能は本物よりも劣るものの、実質すべての天使を行使可能なので手札が非常に多いぜ。さらには制約はあるものの、相手を鏡の世界に閉じ込めたりもできるぜ。相手を幼児化させたり、武器をおもちゃに変えて無力化することも可能と便利な天使だな。ミクのガブリエル同様、現実に欲しい天使よね。という風に天使のスペックは間違いなくチートであるものの、夏美本人のスペックがかなり弱っちいので正面切っての戦闘になると劣勢を強いられてしまうことが多いぜ。幼児化させて弱らせたエレンにも普通に負けており、やはり素の能力はかなり貧弱であることがわかるぜ。それに夏美本人があまり好戦的ではないため、ミク同様、劇中ではサポート方面の活躍が主だったな。ものすごく便利な天使だから指導は夏美の能力をかなり使ってたわよね。第9位は吉野だぜ。吉野は水と氷を操る能力を持ち、さらには天使のザドキエルによって凄まじい攻撃力、攻撃範囲を有するぜ。テリトリーごと凍らせることも可能であり、攻撃性能がとてつもなく高いぜ。だが、本人の性格もあって彼女の本領は攻めよりも守りに秀でてるぜ。相手を一切通さない氷の防壁を展開したり、氷の盾を作って相手の攻撃を防ぐこともできるぜ。攻防一体の能力と言えるわね。シリオンを使えば攻撃性能と防御性能を向上させることもでき、か弱そうな見た目に反して肉弾戦もそれなりにこなせるぜ。精霊バトルロワイヤルで優勝してるだけあって本気になればかなり強いことがわかるな。
ただ、吉野本人が戦いを好まない性格であることから、他の精霊よりも戦闘力だけで見ると遅れを取ってしまいがちだな。戦闘でもどちらかといえば攻めよりも守りに徹することが多めだったぜ。見た目によらず肉弾戦もこなせるのね。第8位は五日小鳥だぜ。小鳥は炎を操る能力を有しており、攻防一体の攻撃が可能だぜ。また彼女の天使であるカマエルは接近戦だけでなく遠距離戦も可能であり、戦闘においてかなり幅を利かせられるぜ。さらには回復能力もあり、心臓を打ち抜かれようが脳天をやられようが再生するぜ。精霊の中でも戦闘に特化してるものの、破壊衝動に駆られるリスクがあるぜ。でも終盤では破壊衝動はほとんど見られなくなったわよね。ちなみにこの順位付けだが、破壊衝動は考慮してないぜ。さっき霊夢が言ったように小鳥は終盤は破壊衝動に駆られることなく普通に戦えてたしな。戦闘ではかなり有用な能力であるものの、小鳥本人があまり前線に出ずにサポートに徹してることが多いこと。小鳥以上のスペックを持つ精霊が結構いることからこの順位にさせてもらったぜ。回復能力がなければぶっちゃけ吉野よりも下だったと思うぜ。個人的に夏美、吉野、小鳥は力だけなら同格と踏んでるぜ。小鳥、吉野、夏美の天使のランクは3人ともダブル A だから少なくとも天使の性能は同格と見ていいわね。第7位は風町病だぜ。彼女はかぐやとゆずるが融合した真の姿であり、二人の精霊が合体しただけあってスペックはかなり高いぜ。てか単純な基礎スペックだけなら10体の精霊の中だと最強クラスかもしれんな。ラファエルの能力も一つになったことで向上してるぜ。総合危険度も S ランクであり、クルミ、ムクロと同レベルだぜ。天使の力はトリプル A であり、トウカ、折り紙の天使と同格で相当強いぜ。病のスペックを順当に上げたものだからそりゃ強いわよね。資源の精霊に次ぐ力を持つとされるビーストともある程度戦えており、相当強いことがわかるな。ただ、病は時間制限があり、長時間戦闘はできず、一定時間が経過するとかぐやとゆずるの二人に分離され、元に戻ってしまうぜ。それゆえに絶大な力を持つものの、長期戦になると間違いなく不利になり、安定性に欠けるぜ。それに欠点を抜きにしても6位以降は病よりもはるかに強いと思われるのでこの順位とさせてもらったぜ。病の時点でも相当な化け物だと思うんですけど、ここからは強さのレベルが1段階上がるぜ。よろしく頼むわ。第6位は飛び位置折り紙だぜ。折り紙は光を操る能力を持ち、透過とは対照的に遠距離特化の精霊だぜ。遠距離からの光の攻撃はめちゃくちゃ強く、精霊の中で屈指の頑強さを誇る透過の霊槍すらあっさり貫くほどの力を持つぜ。さらに体を硬化させて相手の攻撃を回避することも可能であり、折り紙にダメージを与えるだけでも一苦労だぜ。硬化させてからの瞬間移動も可能なので短距離での機動力なら病すらしのぐと思われるぜ。体を硬化させる能力が厄介すぎるわね。それだけでなく折り紙はリアライザと天使を組み合わせた攻撃もできるし、窮地に陥ると反転体が漏出して反撃してくるぜ。限定的ではあるが、反転体の能力も使ってくるため、単体性能は10体の精霊の中だと最強クラスと言っていいぜ。こういった能力である都合上、ムクロに対して相性上一方的に有利であり、実際折り紙はムクロを撃破していたぜ。まあ、折り紙は小鳥との連戦だったので相打ちになってしまったがな。ムクロの場合、分解を使うには接近しないといけないし、かといって隕石で遠距離から攻撃すると効果によって距離を詰められるから確かに折り紙はムクロメタの能力になってるわね。そもそも折り紙は精霊になる前から AST として曲がりなりにも精霊と戦っており、戦闘技術だけなら精霊の中でもトップクラスだぜ。ただでさえ人間離れした戦闘技術を有してるのにそこから精霊の力まで手に入れればそりゃ強いぜ。精霊になる前から人外に片足突っ込んでたわよね。第5位は星宮ムクロだぜ。ムクロの天使、ミカエルがとにかく強すぎだぜ。ミカエルはあらゆるものの開け閉めが可能であり、空間に穴を開けて隕石を発生させることができるぜ。さらには相手の攻撃を空間を開いて無効化したり、果ては相手の霊槍や体すらも分解できてしまうぜ。ムクロは即死攻撃を当然のように行えるため、ぶっちゃけ、攻撃性能だけなら作中最強クラスだな。作者も強いと認めるぐらいでミカエルがチートね。作者は、最後の精霊だし強くしてもいいだろと思ったらしく、ミカエルの能力がチートという自覚はあったようだな。それに天使名がミカエルなんだから強くて当然と思ってたようで、意図してチート能力にしたようだな。ムクロの天使は他の天使と比べても明らかにチートであり、ザフキエル以来の衝撃を受けた人も多いと思われるぜ。今までの天使と比べても明らかに破壊規模が違うぜ。ミカエルは空間操作能力だからそりゃチートよね。
また、ミカエルは自分の力のリミッターも外すことが可能で、自己強化も行えるぜ。力を完全解放したムクロはあの反転投下と互角に戦えるだけの力があり、基本スペックも銃の精霊の中でも最強クラスだぜ。最後に登場した精霊なだけあって強さが盛られまくっていたぜ。てかムクロがあまりにも強すぎたせいでその後の展開でやや持て余し気味で、ムクロは本領を発揮する機会があまり多くなかったぜ。小鳥、折り紙の力を全開にさせてから戦うというハンデを自らに課しながらも勝ちかけており、ムクロのチートぶりが伺えるな。精霊バトルロワイヤルでもミカエルが強すぎて相手を殺しかねなかったからムクロは基本的に手加減せざるを得ない状態だったわよね。ハンデが大量にある状態からここまで戦えてたあたり、ムクロはマジで強いわね。第4位は時咲くるみだぜ。くるみは基本スペックがかなり弱く、天使の力がなければ小鳥、なんなら吉野にも負けると思われるぜ。だが、くるみは天使のスペックがチートであり、天使の力によってこの順位とさせてもらったぜ。くるみの天使、ザクキエルは時間操作であり、12種類の時間操作能力を使えるぜ。自身の時間を加速させたり、逆に相手の動きを完全停止させたりもでき、ミカエルと同等レベルでチートだぜ。しかもダレットで自己修復もできるから、両手を切断するなりして天使を使えなくしないとクルミはほとんど無敵よね。また、天使の力で分身体を作ることが可能であり、数の暴力を利用した物量戦も可能だぜ。ぶっちゃけクルミが戦闘において一番厄介なのは数に物を言わせた物量戦だな。さらにクルミ本人の狡猾さもあってザクキエルを十二分に使いこなしており、天使の使い方のうまさは全精霊の中でもトップクラスだぜ。天使の使い方を最も効率的にかつ狡猾に使いこなしてるのは間違いなくクルミだな。クルミは普通にニアや折り紙よりも賢いと思うわ。さらには終盤には全知の天使、ラジエルも手に入れてるぜ。これにより、相手の情報を知ることができ、元から高かった奇襲性能をさらに発揮できるようになったぜ。特にバトルロワイヤルのような周辺状況の把握が不可欠な戦いでは恐るべき力を発揮し、本来の持ち主であるニア以上にラジエルを有効活用してたぜ。ただし、ニアのセフィラを完全に取り込んだわけではないので未来記載は使用不可能のようだな。バトルロワイヤルでもクルミが優勝候補筆頭みたいに扱われてたわよね。第3位はヤトガミトオカだぜ。彼女はシンプルイズベストというべき強さを有しており、精霊の中でも白兵戦に特化してるぜ。最初に登場した精霊にもかかわらず基礎スペックは10の精霊の中でも最強クラスだぜ。天使なし、霊力と肉体のみで10体の精霊が殴り合いになった場合、間違いなく10日が制すると思われるぜ。知能も設定上低いが、戦闘 IQ は高く、戦いにおいては頭の回転も速いぜ。精霊の中でも10日はかなりの武闘派よね。10日は天使であるサンダルフォンを使った接近戦を行うぜ。このサンダルフォンは絶大な破壊力を持った天使であり、特にハルバンヘレブは一撃で山を吹き飛ばすほどの威力があるぜ。また、レイトリブシュは防御性能と攻撃性能を底上げすることができ、資源の精霊である高宮美桜に奥の手を使わせるほどの強さがあったぜ。資源の精霊に傷を負わせたのは10の精霊の中でも10日一人だけであり、10日の強さがわかるな。その上反転の力もあるしね。10日は終盤、反転体の力を扱えるようになっており、魔王であるナヘマーも使えるようになってるぜ。さらにはサンダルフォンとナヘマーを融合させたイエスエールヘレブも使うことができるぜ。戦闘力には直接関係ないがサンダルフォンはあらゆる条理を切り裂く能力もあり、これによって別世界を渡ることもできるぜ。反転の力を使わなくても最強クラスに強く、やはり銃の精霊の中だと10日が最強だと思うぜ。やっぱ銃の精霊だと10日が最強な気がするわね。第2位は5日指導だぜ。指導は話が進むたびに精霊の力を封印、行使することが可能になってるため、話が進むごとにチートになっていってるぜ。基本的に精霊の力を部分的に使うことが多く、10日の天使であるサンダルフォンが主力武器だぜ。小鳥の回復能力もあって首チョンパされない限りほとんど不死身だぜ。すべての天使の力を使えるため、指導が前線に出て戦うことも多いぜ。すべての天使を使えるって実質夏美の上位互換よね。初期の頃は精霊の力を使うだけで体に大きな負担がかかってたぜ。だが、折り紙編集用後の指導攻略編が終わった後、指導は精霊の力を無反動で使えるようになってるぜ。指導は状況に応じて天使をまんべんなく使いこなしており、チート主人公になってるぜ。おまけにあらゆるものを消し去ってしまうミオのアインを使用してる描写もあり、冗談抜きで強すぎるな。ミオの天使も使えるとか反則だから。第1位は高宮ミオだぜ。まあ、わかりきってたよな。てか他の精霊たちの力はミオの力を分割したものであり、ミオがぶっちぎりで精霊最強だぜ。Z
全盛期のミオなんて13体の天使を扱えており、まさに完全無欠、完璧に近い力を有してるぜ。本編で登場したミオは10個のセフィラを他の人間に与えていたので3つしか天使が使えなかったが、この3つの天使は1つ1つがありえんほどチートだぜ。ミオの天使はどれも反則級の力を有してるわね。一つ目の天使であるアインソフオールは触れると生命活動を停止させる花粉を撒き散らし、無生物の場合は劣化させて消滅させる能力を持つぜ。第二の天使であるアインソフはあらゆる条理をねじ曲げることができるぜ。リアライザの技術はこの天使を元にして作られた技術であり、臨界とはこの天使のテリトリーが正体らしいぜ。そして第三の天使にして奥の手であるアインはあらゆるものを消滅させてしまうぜ。一つ一つの天使がチートすぎるわ。しかもミオのスペックは全てカンストしており、天使がなくても最強の精霊として君臨してるぜ。ミオ一人で10体の精霊を全滅させており、そのデタラメな強さがわかるな。もう誰がどう見てもミオが最強の精霊であることは疑いようもなく、精霊の力の根源なだけあってチートクラスの強さを有してるな。まさに全ての始まりである資源の精霊にふさわしい強さを有してるな。そうね。とまあ、順位としてはこんな感じだな。1位、2位はぶっちゃけわかりきってたと思うぜ。10日が10の精霊の中で最強なのもほぼ確実だと思われるぜ。それ以降は人によって意見が分かれると思うのでコメントよろしくだぜ。そういうことなのでよろしくね。ということで精霊最強ランキングを終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、X のフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。